武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は電気通信大学の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、まず理科がですね、2科目合わせて120分という形になってます。また電気通信大学の特徴として、理科がですね2個やるんですが、その配点がですね、まあ、あの物理120の化学80、まあ、あの配点がちょっと理科重視と数学重視で変わるので、まあ、それを素点200点を元として、まあ、あの受ける方式に合わせて、まあ、換算するという形になっています。なので物理の方が若干配点高めですね。で、まあ、先ほど言ったように2科目合わせて120分で時間が、120分で題目が3つ、で、まあ、オール記述論述方式という形に、なっています。まあ、なので記述の練習をすることが必須で、分野としては、力学電磁気は基本必須で、まあ、波動と熱力学は、まあ、どっちかが出るかは両方出るかみたいな形ですね。原子は単独で出てることは基本的に今のところは最近はないですが、まあ、まあ、証文などで出てきたりする可能性は全然あるかなという形ですね。で、まあ、グラフを書いたりする問題が割と出やすいので、まあ、毎年大体1個か2個は出るかなと思いますので、まあ、グラフを書く練習もしっかりやっておきましょう。難易度としては、まあ、日大レベルの基礎的な問題が中心ですが、まあ、しっかり完登しようとすると、マーチレベルまでないとちょっときついかなという問題も出てきておりますので、基本的にはマーチレベル、まあ、あの、両門の風だったり、もしくは、国立のキャンパスなど、国立標準問題集キャンパスですね、などをやっておくと、いいかなというふうに思います。で、まあ、問題を見てもですね、まあ、全く解き方がわからないというものは、まあ、ほとんどないかと思いますので、ただあのちゃんと点がもらえる回答が書けるかどうかって言われると、これはちょっと難しかったりはするので、記述練習という部分をやはり、しっかりやっておきましょう。まあ、またあの理科2つでっていう形なので、変に悩んで時間使ってしまって、もう片方が終わらないということがないように、時間配分をちゃんと考えて、きっちり解けなきゃいけない問題は全て解き切れるようにやっていってください。以上が物理の勉強となります。